食し下校の春やよい、いかに果たさん務めなん、身は今日の大役ぞ、頼むわきらと思えども、かの振る舞いの心なき。お話しくだされ、梶川殿。5万三千石、所領も捨て家来も捨てての人情でござる。武士の情けをご存じあらば、その手離して今ひとたち打たせてくだされ、梶川殿。花の命をさながらに、赤穂三代五十年、浅野の家もこれまでか。君君足らずとも心は心、許せよあれをこの